皆さんこんにちは。児童文学作家の今西のり子です。映画ノーボイスは、一人の青年が一匹の捨てられた犬と出会うことから始まる、犬と青年とを描いた物語です。一見動物愛護の物語に見えますが、実は私たち人間の生き方、人としてのあり方、幸せとは何かを問いかけるヒューマンドラマなのです。ここにいる私の愛犬未来も、一度は人間に捨てられ動物愛護センターに収容され、九死に一生を得て今私のもとにいます。小さな命に奇跡を起こすことができるのは神様ではありません。私たち人間の心次第なのです。私の愛犬未来もドキュメンタリーバージョンに出演しています。それでは皆さん、映画ノーボイス、どうぞお楽しみください。みんな見てねー。